山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。輪島市門前町在住のフォトグラファー吉岡栄一さんにお話を伺いました。吉岡さんは青森生まれ、お父さんの仕事の関係で名古屋で育ち、幼稚園の時に富山市へ、そして小学校の時に小松市へ引っ越してきました。高校は金沢まで通学し、それから東京の工業大学で建築を学びました。卒業後、富山でシステムエンジニアとして2年間働き、25歳で金沢の印刷出版会社に入り、ウェブの担当をしました。ホームページを作る部署で企画や営業をやり、自分で写真を撮ってきました。営業は最初戸惑いましたが、2年間で600件の飛び込み営業をしました。人と向き合い、自分の思いが伝わるとすごくやりがいを感じていました。週末にはドライブをして写真を撮っていました。ブログやフェイスブックにメッセージを添えて写真をあげるとかなり反響があり、写真を見た人が懐かしい思い出などを書き込んでくれました。こんなにも喜んでもらえるのならばと、能登のお祭り、キリコを撮りたい、リアルさを現地から発信したいと思うようになりました。能登のお祭りに行き、地域づくり、過疎化、高齢化の問題にも直面して、自分自身が能登に暮らしてこそ人の表情や風景が撮れると思い、27歳の時、結婚を機にお父さんの実家がある門前町に引っ越して、夫婦で広告事務所月の音クリエーションを立ち上げました。能登の広告を作りたい、これまでの経験を生かしてデザイン性の高いチラシを作りたいと、夫婦二人三脚で頑張っています。そしてフォトグラファーとしても写真展をやったりしています。石川県はまるで絵のように四季の景色が表情を変えて楽しませてくれます。能登に住んでいるからこそ発信していけることがあると思っていますと吉岡さんは話してくれました。石川県を愛し、能登に惚れた思いを大切にして、これからも素敵な作品を作っていてほしいですね。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。